は愛知県名古屋市出身のオートバイロードレースライダー。ヨーロッパにおいても、その技量、経験から、高い評価と人気を誇る。兄は元ヤマハワークスライダーのハガケンスケ。スーパーバイク世界選手権に参戦していた、香山幸まゆと仲が良い。1996年鈴鹿8時間耐久ロードレースで、史上最年少、最多周回数記録で優勝。 1997年全日本ロードレース選手権、スーパーバイククラスチャンピオン。以降、スーパーバイク世界選手権を主戦場にし、世界戦のトップクラスを走る。2008年スーパーバイク世界選手権チャンピオンのトロイ・ベイリスが引退する際に、後継者に指名され、悩んだ末、チャンピオンを取りたいとドゥカティワークスチームへの移籍を決断した。 2010年スーパーバイク世界選手権からのドゥカティワークスチームの撤退を受け DFXPATA アプリリアに移籍。アプリリアから供給されるワークススペックの RSV4 を借り、スーパーバイク世界選手権に参戦した。2012年スワニヤマハに移籍し、ブリティッシュスーパーバイク選手権に参戦。2013年、加賀山幸男、ケビンシュワンツと共に、 チームかがやから鈴鹿8時間耐久ロードレースに参戦。また、ラピッドソリシッターズ川崎からブリティッシュスーパーバイク選手権の後半3ラウンドに出場した。ハングオンの時に体がバイクの影に隠れるほど体を傾けるライディングスタイルは非常にアグレッシブに映る。羽川、遠赤はコース内と言っているが、ほとんどのライダーがサーキットの路面とは 摩擦係数が異なる遠赤に乗り上げるのを極力避けることを考えるとスリップダウンを怖がらない。ハガのアグレッシブさを如実に示すコメントである。アグレッシブさに隠れてはいるが、ハガの真の得意技はロケットスタートである。2009年には低中速が速いドカティとのコンビネーションもあって予選は2列目までに入れれば十分と言われるほどの強烈なスタートでいきなり4から5台を 一コーナーまでに抜き去り先頭グループに乱入、上位でレースをコントロールしながら、要所で抜き去る、もしくは一歩引いて、前のミスを我慢強く待ちながら、ポイントランキングをコントロールするというレースが目立つ。他のライダーに比べて、コーナーのイン側を常に走るラインを得意としており、独自のライン取りを行う。アメリカのラグナセカでは、ハガの走行ラインのことを、ハガラインと呼んでいる。 ニックネームはニトロノリ。マスコットは狂犬。その走りは勝つか転ぶかとまで言われるほど激しいものである。速さは十分だが、転倒やマシントラブルによるリタイアも多いため未だ世界選手権では無感であるが、強気で見せるライディング、ユニークなパフォーマンスなどで高い人気を誇り、スーパーバイク世界選手権に欠かせない存在となっている。ミハイル・シューマッハも、 はがるファンである。転倒はするが、受け身の技術は高く、2008年のソルトレークでの、レースまで転倒をキ因ンとする骨折は一度もしておらず、その骨折が人生で、初の骨折であった。純粋、レーサーマシンによる、モートジッピーよりもスーパーバイクのような市販車、改造レースに強く、トップを走るライダーの後ろにピタリとつけて、わずかなラインの隙を逃さずに飛び込んでいく様は、 職人芸とも言える。ゼッケンは、どのカテゴリーのレースであっても特殊な事情がない限り、41であり、自らのウェブサイトのアドレスの一部等にも41を取り入れている。父の誕生日が4月1日であることも重なり、愛用のナンバーとなっている。ありがとうございます。